こんにちは、みずなです。今日はいきなりなんか重たいタイトルになってるんですけれども、ズームの動画をここのところ立て続けにアップしてきて、コメントをいただいたり、サポートさせていただいたりしていて、また私自身もこれまでよりはだいぶズームの 回数が増えたりしていろんな方ととお話しすることも増えたんですよねでその中で見ているとパソコンで参加している方とかスマホタブレットで参加している方とかいろいろですしパソコンで参加している方の中でもやっぱりヘッドホンつけてマイクつけている方もいればパソコンのままっていう方もいらっしゃって本当にいろいろだなって思ったんですね。その中で飲み会会ととかかお茶会とか ワイワイ楽しくするだけのズームだったら何でもいいと思うんですけどこれがもし先生対生徒先生対受講者さんだったらまずいよなーっていうような環境も見受けたりするんですよね。まあ、そういういわけでいろいろ、ね、気になることが あったんですよそんな中「ニュースピックスの「ウィークリー落合」っていう番組の4月の末ぐらいの回だったと思うんですが「コロナ格差と教育を考える」っていうタイトルでオンライン授業による教育格差が生まれるよみたいなお話を されていたんですよね。その中で小中高生へのアンケートでオンライン授業によって授業へのモチベーションが下がったっていう子が半数以上いたっていう話をされていてそれについてこうお話がいろいろやり取りされていたんですけれども先生の力量による格差があるんだっていうお話をされていてなるほどなぁと思いました。 でその中で落合さんが言っていたのは先生が慣れれてていいばなんとかなるっていうお話でしたこれは先生が面白い話をするかどうかっていうのも含むのかもしれないんですけどそれはリアルもオンラインも,も同じことなので私の動画ではオンラインに限ったお話にさせていただくんですがオンライン授業の端末の操作に慣れているとかオンライン授業の進行に慣れているとかっていうお話だと思うんですよね。まあ、初めててそこに飛び込んで慣れない中やっているの ので一生懸命やってるしもうやっとこさやってるしもうこれで勘弁してっていう気持ちも。 わかるんですけれどもやっぱりその先生があたふたやっている姿っていうのを生徒たちが見ているので授業に集中できないとかっていうこともあったりすると思うんですよねでこれまでの授業は校内に拘束されているっていうこともあるんですけど360度教室だったわけですよねまあ、パソコンだとまあ、13インチとか15インチぐらいあるからいいんですけどスマホやタブレットで参加している人とかだったら4インチとか大きくても12インチなんですよねそんな小さな画面の中で先生が一緒 一生懸命熱弁振るったところで子どもたちも集中できないわけなんですよね。 自分のお部屋にこもってできる子はいいんですけど、自分のお部屋がない子だったら、勉強している横で弟とか妹とかが遊んでいたりして気が散ったりするんですよね。でましてや、子供たちはともかく先生の方のネット環境が悪くて、お話が途切れ途切れになったり、マイクの音質が悪かったり、カメラの画質が悪かったりすることが結構あると思うんですけど、もうそんな小さな画面に輪をかけてそんな状態だと、子供たちは本当に見る気がしないわけですよね。 そこのところがやっぱりさっき落合さんが言っている先生がちゃんとしていればなんとかなるっていうことだと思うんですよ。なので 先生側がネット環境を整える、そしていいカメラ、マイクを使う、そして操作に慣れておくっていうのはもう最低限大事なことです。で、ネットの環境については2、3日前の動画でお話ししているので、そちらをよく見ていただきたいんですが、マイクとかカメラについても過去に何回か動画にしているんですよね。そちらのリンクを貼っておきますので、よかったらご覧ください。 おおすすすめののマイククとかカメラのリンクも貼っておきますそれでねパソコン内蔵のマイクとかカメラだと本当に音質画質もあまり良くないです先生の表情自体がぼやけてしまいますしましてやそのホワイトボードに字を書いたものなんて全然見えないので先生はやっぱり外付けのマイクとカメラが必要かと思います とはいえね生徒さんも先生のせいばっかりにはしていられないんですよね、まあ、私のお仕事がその先生側の方たちと一緒にやるお仕事なのでどうしても先生に厳しくなってしまうんですけれども生徒さんたちもどあの工夫できる部分はあるのでこれからお話ししたいと思います。 ええとね、もちろんね、パソコンを持っている方は OK なんですけれども、どうしても事情でタブレットとかスマホでしか参加できないという方もいらっしゃると思うんですね。はい。で、なかなかね、やっぱりパソコンを買うってなると10万円近くしてしまいますから、せめて iPhone とか iPad でもモニターにつないでみてはどうかなと思います。お家のテレビの画面でもいいですし、テレビの画面も無理だったら、せめて液晶のモニターを買うっていうのはどうでしょうか。ええー、とね、ちょっとどんなものか映しますね。 こういうのが液晶モニターと言います。 小さいものだったら19インチとかでもいいと思うんですよねただその19インチの液晶モニターは選択肢があんまりなくてスピーカー内蔵のものがもう私が検索した時点ではアマゾンにはありませんでしたなので、まあ、23インチだったら十分な大きさなのでこれでもそんなに高解像度にこだわらなければ1万円ぐらいで買えるんですよねでこのモニターに iPhone と iPad をつなぐにはケーブルとか変換アダプターっていうのが必要になります はい。で、このモニターの後ろに差し込み口、端子って言うんですけれども、端子の種類によって2種類に分かれます。えーとですね、はい。これ見てください。こっちの船型の差し込み口を HDMI 端子って言います。そして こちらの右側の端子を VGA 端子って言います。古いモニターの場合はこっちの VGA しかない場合がありますが、お家のテレビの後ろを見てください。まあ、これからモニターを買う方は、新しいモニターには大体この HDMI 端子がついていますから、HDMI。 ね、こちらでケーブルを購入すればいいです。それで、まあ、こういうね、HDMI だったらこういうケーブル、VGA だったらこういうケーブルを繋ぐんですが、どちらにしても iPhone とか iPad に直接差し込むっていうのは大きすぎて無理なんですね。なので、ライトニングの口とこっちの HDMI とか VGA と繋ぐための変換アダプターっていうのが必要になります。HDMI でも VGA でも両方使えるものがありますので、こんな風にね、こっちが HDMI。 こっちが VGA っって言って言1つのアダプターに両方ついているものがありますのでこれを買っとくと間違いないんですがどっちにしてもねケーブルはどちらか買わなきゃいけないのでちゃんとモニターの差しし込み口を確認してください最近の新しい iPadPro11 インチ12インチの第3世代っていうやつは USB-C での接続ができるっていうことらしいのでそのリンクも貼っておきますねえー、とこちらですね USB-C HDMI 変換アダプター USB-C デジタル AV マルチポートアダプターっていうやつですね多分 Android の方はこの HDMI のちっちゃいマイクロ HDMI っていうんですかねやつだと思うんですが最近新しくなっているかもしれないしいい加減なこと言ってもできなかったよって言われるとあれなのでまあここではあんまり触れないでおくんですが私はあんまりこの手のことは詳しくないので電気屋さんで相談してみてくださいということで 新たにモニターを買う方はケーブルは HDMI でいいと思います。モニターを買う時に必ずスピーカーが必要なのかいらないのか必要だったらちゃんとスピーカー内蔵って書いてあるかどうかを確認して購入してください。ここのタイトルじゃなくてちゃんと中のこの説明のところにスピーカー内蔵って書いてるかどうかをちゃんと確認してください。こちらのタイトルはねお客さんを呼ぶために何でもかんでも書いてあるのであまり当てにしない方がいいです。でこちらの仕様を確認 してイヤホンで聞く方はね別にスピーカーなくてもいいんですけれども2人3人でみんなで聞きたい時はスピーカーがないと困るのでスピーカー内蔵のものを買うようにしてくださいテレビにつなぎたいんだけどテレビの後ろを見てもこれどっちも差し込み口ないんだけどっていう場合はそのテレビは外部入力できないテレビなんだと思うんですねなのであのこちらのモニターを買うようにした方がいいのではないかと思います モニターもね、すごく値段に幅があるんですけれども、4K とかものすごい画質を求めなければ1万円ぐらいのもので全然大丈夫ですので、あの授業で使うだけっていう方はね、1万円ぐらいのモニターでいいと思います。はい、最後にもう一回確認なんですけれども、iPad とか iPhone をモニターにつなぐ時には、HDMI 変換アダプター、それと HDMI ケーブル、または VGA 変換アダプターと、 VGA ケーブルが必要になりますで HDMI でも VGA でもどちらでもさせる1つで2つ口のついている変換アダプターもありますのでこういうのを買っておくといろんなモニターにつなげるかと思います必ずこの変換アダプターとケーブルをセットで買ってください。 えー、なんかその商品紹介みたいになってしまったんですけどやっぱりその画質の悪さとか音声の悪さっていうのは本当にその集中力に影響しますのでもう特に先生は気をつけていただきたいと思いますあとね映り方もですね あの首から上半分しか写ってないとか斜めに写っちゃってるとか逆光になってるとかなんかこう白いもやがかかったみたいになっちゃってるとかよくありますのであのそんなもんなんだじゃなくて綺麗に写ってる方は綺麗に写っていますのでいろんな方のね そういうに参加してててみてどういう風にやってるのかなって聞いてみてもいいと思いますし苦手だからいっかっていうことではなくていろいろやってみていただけたらと思いますもうオンライン授業が始まっている先生とかまだ始まるかどうかもわからないっていう先生もいらっしゃると思いますけれどもこれから多分何かにつけてオンラインっていうのは必要になってくると思うので少しずつ環境を整えていっていただけたらと思います、まあ、ちょっと手前の宣伝にはなりますけれども私もズームの授業を ちゃんとね1回目開催できるまでのサポートっていうのをやっていますヒアリングから入って最初の設定とか生徒さんへの連絡とか周知徹底とかあと練習とか初回の授業の立ち会いもご希望があればさせていただけますので安心して1人で授業ができるっていう状態まで持っていかせていただきますので心配な方は ご相談くださいまとめサイトの方からホームページにも飛べますのでそちらのサービス内容をご覧いただければと思いますはい、以上です。